ホープとして励んでくれたまえ。では君たちのアイドルランク報告だ。ランク F にランクアップしたようだな。だがここからはそう甘くないぞ。もちろんだとも、二人ともよくやってくれた。今日はかなりレベルが高かったようだね。今、菊池くんの後に出場した子を見ていたんだが、素晴らしい才能の持ち主ばかりのようだ。例えば、思わず録画してしまったのだが、その子なんて素晴らしいじゃないか。へえ、かっこいい歌だな。それにこの子、ダンスもめちゃめちゃうまいですね。この歌を歌っているのって誰なんですね？この子はガナハ響。最近勢いを増してきたプロイプロ所属の新人アイドルだよ。みんなありがとう。自分絶対トップアイドルになりたいんだ。応援してね。絶対トップアイドルになりたいか。やるな。テレビでここまで言えるなんて。ライバルか。それって漫画みたいですね。僕燃えてきましたよ。彼女歌もルックスもすごくいいけど、何よりダンスが上手いですよね。いつかダンス対決とかしてみたいな。ダンスさえあれば言葉はいらないみたいな。きっと最高に楽しいはずですよ。憧れてたんですよね。こうほら、熱い運命っていう感じ。確かに目標にするには申し分ない相手だな。グナハ君はまだデビューしたばかりだが、新人アイドルの中では人気ナンバーワン。まさに新進気鋭だ。それに何といってもプロイプロが打ち出しているプロジェクトフェアリーのアイドルだからね。プロジェクトフェアリーとは、プロイプロのプロイ社長自らが手掛けるアイドルの一大プロジェクトだ。これに属する子は大々的に売り出されることになる。プロイプロの途方もない財力のバックアップを受けてね。それがプロイ社長のやり方だからな。へえ、じゃああっという間にトップアイドルになっちゃうかもしれませんね。大きくし込む。実力は負けていない。財力は我がナムコプロの乾杯だがね。うわ、ナムコプロって貧乏だったんだ。なんとなく想像はついてましたけど。でも僕もトップ目指して頑張ります。響き追いついて乗り越えてみせますから。アイドルランクを上げていき、アイドルアルティメイト優勝を目指したまえ。年に一度だけ開かれ、真のトップアイドルが誰なのかを決める番組。それがアイドルアルティメイトだよ。そうだ。番組の予選は数回に分けて行われる。予選に勝てばアイドルランクも上昇するぞ。そしてランク A まで上り詰めた者だけが番組内で行われる本戦に参加できるのだ。
アイドルアルティメイトの優勝者はたった一人。もし途中の予選や本戦で敗退すれば。敗退すれば？敗者の汚名だけが残る。大抵はそのまま引退というケースが多いな。何言ってるんですか、プロデューサー。どんなにきつくても僕負けませんよ。大好きなダンスでアイドルアルティメイトに優勝してトップアイドルになります。はい、一緒に頑張りましょう、プロデューサー。約束ですよ。いずれ黒いプロのアイドルとオーディションで会うこともあるだろうが、君たちの勝利を私は信じている。君たちとファンとで伝説を作ってくれたまえ。トップアイドル！驚いたよ。君がすでにガナハ君の知り合いとはな。そうなのか。ところでライバルの動向を調べるのはプロデューサーの役目だ。今後も彼女に会うことがあれば世間話もしながらこいつらの動向を調査したまえ。まあ軽い気持ちでいいから、その方が彼女のためにもなるかもしれんからな。プロイ、同じことを考えそうだな。ん？うわ、もちろんだとも。では、我が事務所のためよろしく頼むよ。どうですか？もうナムコプロには慣れましたか？いよいよ本格的に活動開始をされると聞いてお手伝いに来ちゃいました。ボタンでスキップせずによーく聞いていてくださいね。さて、まずはランク F へのランクアップ、おめでとうございます。でもここから先は2つの条件を満たさなければランクアップすることができないんです。1つ目の条件は各アイドルランクごとに設定されているファン数を獲得すること。そして2つ目の条件は各アイドルランクごとに用意されたアイドルアルティメイト予選に合格することです。この2つの条件をランクアップの期限、つまりランクアップリミットまでにクリアしてください。リミットまでに2つの条件を必ず満たさないと活動停止となりますから気をつけてください。リミットまでの残り活動集は毎朝表示されますから明日から確認してくださいね。それじゃ、今日はお疲れ様でした。おやすみなさい。